いですか。それは本当春来てもらいたいです本当春からって感じなんですよ。もう全色可愛いさっきもみーちゃんずっと言ってて、イエローのカラーも欲しいよ全色って。そう、じゃあいきます、はい、こちらが、いーちゃんコラボウエストリボン付きカラーシャツ C5430 です、はいはい。で今回新色が4色ありまして、はい、まず家部さん向けに、はい、選んでいただきました。こちらがラスティーオレンジです。はい、はい、ラスティーオレンジです、うん。続きまして、こちらが、クリームイエローです。クリームイエローです。はい、うん。で、次がいーちゃんが、あ、こっち行きますよ、ブルベカラー、はい、はい。こちらはライトグレー、ライトグレーです。はい。で、私が今着ているのはこちらベビーブルー、はい、です、うんうん。はい。で、今回こちらの4色が新色になってます。はい。はい。で、既存カラーも一応ご用意はあるので、はい。はい、オフホワイト、エブリーベージュ、ブラック。で、ちょっとグリーンもね、実はちょっとだけあります。うん、はい。うん、のお色が今回ありまして、はい、発色展開です。そうですね。はい。ではお値段いきます。じゃじゃん2990円、イエーイ、はい。でこちらは、1月13日木曜日の朝11時59分まで送料無料でのお届けになります。はい、はい。で今回ねカラー割りさっき説明させていただいたんですけど、うん、もし初回とかからねまたいっぱい来たから買い替えようかなって方とかもいらっしゃるかもしれないので、うんうん、ちょっとお伝えしておきたくって、はい、一応、まあ、商品はもちろん同じなんですが、うん、生地の生産時期とかによってどうしてもちょっとこう風合いだったりとか、うん、色のほんのちょっとなんですけど違ったりの感じもある場合があります。はい、そちら商品ページでも一応記載はさせていただいてるんですが、はい、なので風合いがちょっと違う、多分ね今ここにあるのも若干風合い違ったりするんですよ、うんうんうん、なので見え方が若干ほんのちょっとですが変わったりもするのでそちらだけ、はいはい、お伝えしておきます。はい、はい、では、今回パスワードとかはないんですかって思うんですけど、パスワードないです、なしでございます。なしらしいですな、はい、ないですよ、すぐに行ってくださいね。そうなんです。なのでもうさっといけると思います。はい、今回先行販売はあります。あります。はい、4時からです。はい、じゃあ、はい、一応もしかしたら今回初めて見てくださってる方もいるかもしれないので、うんうん、サクッとポイント説明しておきます。はい、あ、そうですね、変わったとこも1点あるので、うんうん、お伝えします。はい、まず私がコラボ、私のコラボなんですが、うん、形はすごくこだわりまして、はい、そうです。はい、まあ、骨格結構いろんな方に着ていただけるものかなと思ってます、うん、はい。で一応前開きでいろんな何でしょうパターンで、うんうん、着こなしていただけるようには作ってまして、今回このウエストリボンも、まあ、前回からついてますけど、はい、ついてます、はい。でこれも結構長めにしてまして、うんうん、こう結んだ時にポイントになるような感じでつけたかったのでちょっとボリューム感のある感じで撮ってます。撮ってる、あえて撮ってるそうなんですけど、はい、着方がまず普通にねシンプルにこういう風に着ていただく着方、はい、そして私みたいに今こう全部結びもできます、もちろん、うん、フルで結び、フル結びで、これが前回のパターンだったんですけど今回からここに穴を開けました。はい、はい、これがポイントなんですよね。そうなんです、これがパワーアップポイントそうすることによってこの後ろのこういうねフリーズの感じとかを崩さずして前だけこうシュッとスタイルアップして見えるような感じにリボンを巻くことができております、うん、はい。であとこだわりポイントとしてはこのタックですね、ニットベストとかを着た時でもちょっとデザイン性が欲しかったりするので私は、はい、このタックを入れてデザインのあるシャツにしております。はい、あとめっちゃ言うことあるわ、すいませんタフスも長くしてましてボタン3つつけてるんですけどこうちょっとスリット入ってるみたいなデザインにしてます、うんうん、もうすでにお持ちの方はねまたかってなるかもしれないですけど、うん、一応説明しておきます。はい、で一応こういう感じで上げていただきやすいようにゴムのところは少しゴムじゃないボタンのところは少しゴムっぽい感じにもしてるので上げやすいかなと思うのと、タフスが長すぎる方はこう折っていただいても可愛いので折る着方も可愛いです。はい、で生地はちょっと光沢があります。はい、はい、そうですね、うん、でも優しい感じの光沢なので、うんうん、そんなに派手派手すぎない、
本当そうです、感じがするかな。なんで肌映りがすごく良かったりとかしますね、うん、はい、あとはニックさんもいけますかっていうコメントがあったんですけど、はい、このスタイルで着てもらうと全然着れちゃいます。もう布も時期も関係なく着ていただけるので、うん、はい、こう結ぶスタイルも OK だし、全然結ばなくてもめちゃくちゃ可愛いです、うん、はい、全然大丈夫です。はい、じゃあ次カラーの説明いきます。すいません、はい、質問もちょっと待ってくださいね申し訳ないです。まずじゃあカラーのご説明いきましょう。はい、じゃあ今回、はい、イエベカラーから最初に説明していきます。まずダスティーオレンジとクリームイエローの鑑賞をイエベさん向きでさせてもらったんですけど、はい、まずこのダスティーオレンジに関して言うと、はい、さっきもインチャにお伝えしたんですけど、うん、アンティークローズっていう言葉にするか、うんうん、それともダスティオレンジっていう言葉にするか迷ったぐらい、うん、ピンクとオレンジのすごい中間のカラーです、うんうん、なんであったかさのあるようなサーモンピンクみたいなをイメージをしてもらうとすごい分かりやすいんじゃないのかなっていうのもあります、はい、でアンティークって名前を付けた方だけもつけたいぐらい、優しくてすごくおしゃれな、なんかね、なんて言うんでしょう、高級感のある色味というかがあるので、うんと春にもすごく使いやすいし明るいし、柔らかさもあるので、ちょっとぜひ、ね、合わせていただきたいなと思います。はい、はい、柔らかいオレンジって感じでした、うん、でもう一つがこれがですね、はい、クリームイエローです。はい、明るくて、うん、で結構、ね、柔らかめの色です、うん、パキッとした色っていうかは少しくすみとか柔らかさのある色になってます、はい、なので結構ね合わせやすいかなと思います、うん、なんか前回の出たマスタードとよりかはちょっとグリーン味が入ってるような、うん、はい、ライムっぽいような明るめの黄色っていう感じです、うん、はい、でもめちゃくちゃ可愛いですね。可愛いです、ね、で次が、はい、ダスベさんベビーブルー、はい、めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い、はい、本当に牛乳混じりの明るいパステルカラーって感じで、うんうん、赤ちゃんが身につけてるような感じの本当に可愛いブルーっていう感じです、はい、とにかく顔写りが良かったり、うん、可愛い印象になるようなブルーになってます、うんうん、はい、はい、でもう一つがライトグレーですね。これもすごく明るくて、まあ、見比べるとちょっとこっちがグレー味が強かったりとか、うんうんうん、大人っぽい雰囲気に仕上がるので上品な雰囲気です。こんな感じですね、うん、グレーもめちゃくちゃ大人っぽくて、はい、カジュアルにも着こなせて可愛い色味に仕上がってます、うん、はい、はい、うん、ね、こんな感じでした、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なので今回、まあ、やっぱりめちゃくちゃ可愛いお色を今回も選んでいただいております、うん、はい、はい、じゃあ質問いきましょう。はい、はい、あ、シルバーみたいだねって、グレーですかね。あ、そうですね、ちょっと光沢があるのでやっぱりシルバーっぽくは見えるんですけど、うんうん、そんなギラギラのシルバーではなくて、はい、ブルーグレーみたいな感じの上品なグレーになってます、はい、赤いのグレーって感じです。かもめさん、ベビーブルーちょっと透けてますかってあるんですけど、うん、実際このこれはもともと透けます、うんうんうん、あのなんでしょうね、私はシアーすぎるシアー札がちょっと苦手なので、うんうん、なんかめちゃくちゃシアーってほどは透けたくないんですが、うん、やっぱり夏とかでもちょっとね羽織として着ていただきたかったので、うん、薄手にはしてまして、うん、なので今私でもなんか黒着てるのでかなりはっきり映ってるんですけど、うん、これをベージュとかにしてもらうとこういうラインとかはあんまり見えづらいかなと思います、うんうんうん、はい、でも透けます、すべてにおいて、はい、透けはします。はい、透け感もありますね。それが可愛いっていう感じです。うんうん、重くなりすぎず、はい、であと初期の素材に似てますかってあるんですけど、うん、どうですかね。一緒です、はいはい、初期のものと変わってはいないんですが、うん、やっぱりご生産時期によって多分ね今こう嫁さんはつるっとしてるけど多分若干ちょっとシワもっともっと混ざってるとか、うんうん、そういうのがあるんですけど、そういう編み方だったりとかも全て全く一緒ですっていう風では、ね、うん、なかなかお作りが難しいようで、そうですね、はい、どうしても生産時期によってはあの生地の雰囲気がちょっと変わったりとかはするようです。うん、はい、うん、じゃあちょっと私ブレーキで欲しいとあるんで、はい、着てきます。お願いします。汗染み気になりますかってことなんですけど、うん、汗染み検証は何度かしてるので、はい、過去のこの商品ページとか見てもらうと、うん、やってるところもあるかと思うんですけど、
軽くだけやっぱり出ますけど、あのいつもお伝えしているように体にすごくフィットするものではないので、うんうん、汗かいたとしてもそんなに気になるものではないです、はいはい、なので夏キャミとかタンクトップ着てもらった上に羽織るってことをめちゃくちゃ私もしてました、うん、私もしてましたね、してましたよね、うん、多分去年一番おなんか光ったあの一番着たシャツなんじゃないのかなって思うぐらい嬉しいです、はい、でこのパンツもレタスのです、はいはい、めっちゃ似合いますね。あ、ありがとうございます。嬉しい。多分ライブ紹介してなくて。あ、そうなんですよ。なんかこれすごい気になってて、ちょっと履いてみました。品番が C5610 ですね。はい、あ、ボタン開けてほしい。OK です。開けますね。オータムに一番似合う何ですかってあるんですけど、今回の、イエベ向きカラーっていうのが全部柔らかく作ってるので、うん、オータムさんどっちもドハマりすると思います、うん、なんなら昔出してた色の方がちょっと発色良かったし明るい感じだったので昔の方がスプリングさん向けかなと思うんですけど、今回はオータムさんめちゃくちゃどっちも可愛いです。だから黄色が欲しいかイエローが欲しいか本当に気分に合わせてっていう感じですね。開けるとこんな感じです。私開けて着るのも大好きでした。かわいい、はい、うん、こんな感じで開けた時は私デニム履きたくなりますね。ね、確かに。はい、そう、152センチの低身長ですがすごく大きいって感じはなかったです。お、よかった。ありがとうございます。よかったです。まあそれに関して言うとさっきも説明があったように、うん、長さが変えれるので、はい、丈感とかもね、これは長めに着てもらってもすごい可愛いですし。長すぎたらこう紐でね上げることもできるので、うん、結構身長とか骨格とか問わずに着てもらえるシャツなんじゃないのかなって思います、はい、だからこそ結構たくさんの方に愛していただけたシャツですよね。ありがたい。そうなんですよ。たくさん皆さん色違い持ってくださってるので、ね、本当に嬉しい。作ってよかったって思う。いや、ほんまにすごいです。そう、グレー着てきました。ちょっとモノトーンで着てますが、あ、かわいい、ね、めっちゃかわいいです。前にしたいな、私は。うんうん、私もなんか今なんかすごい締めたくなってますもんね。ちょっとこう開けましたけど、ね、こんな感じでくくるか、うん、そうしたいなって感じになってます。こんな感じかな。モノトーン系で合わせてもらう、うん、グレーもね、かわいい。ほんま似合いますね。ブルーベースも、めっちゃ可愛いです。でもね、ひろみさんもこれ明るい色だから、あ、そうなんですよ。そうです、顔写りで良くなりますよね。うんうん、はい。あ、ひろみさん着てるのはそうです。今ラスティオレンジをで着用されてます。じゃあ私次、はい、クリームイエロー着てきます。はい、今はね、私たちブルベイエベなので本当にあのなんですかベストなカラーを着てますが、うんうん、後でちょっと交代。で他のねあの色も着ようと思います。そうですね。はい。あ、おげんさん、こあ高身長も良い丈で着れましたよ。高身長さんも結構長さあるので、うん、ね、余裕でお尻は大体の身長の人は隠れると。いや本当に、はい、思います。はい。うん。あ、ひろみさんに後でグレー着てほしいですだって。かしこまりました。後で着てもらいます。で、私もクリームイエローもね後で着ますのでお待ちください。一応2人とも全色着れたらいいなっていう感じですね。時間的には。そうですね、確かに。ただ今日もう1個あるから一応そうですね、もう一つもあるのでちょっと全部これには使えない全部一致が難しいですよ。そうなんですよ、うん。オータムさんでもグレー大丈夫ですか？中にブラウンとか入れても可愛くないですか？あ、確かに。そうなんですよね。これとかも意外といけそうか。あ、いけそう。うんうん。結構薄いグレーなので、これあの私のコラボのベストなんですが、これはまさにオータムさんとかのキャメル系なので、うん、ね、イエベさん向きなんですけど、これとこれ合わせてもなんかそんな違和感ない気がします。確かに。可愛いと思う。なので好きなとか多いですよね。ね、やっぱ定番カラーなので合わせやすいと思うので、一つあると、うんうん、いいと思います。うん。あ、お値段もう一度教えてください。お値段は2990円になります。はい。グレーに
ベスト合いますか。まさにさっきグレーにベスト合わせたんですけど。確かにこっちの色の方がいいよ。あ、めっちゃいいですそれ。すごい合う。ベストバランスです。ベストバランスですね。これは合います。そうだからね、グレー私個人的にはめっちゃ万能やと思ってます。作ったニットベスト多分全部合うと思う。そうですね。はい。ベーシックカラーだし、そう色が全部合うかなと思います。よし、やっぱ似合いますね、黄色が。来ましたー。かわいい。髪の毛がぐちゃぐちゃですけど。こんな感じです。本当に春をに使いやすそうな感じですよね。うんうん、中に白のカットソーを入れて、上にシャツ羽織って、うん、デニム履いてみたいなスタイルはすごい使いやすいです。うん、で前、うん、あの前にチャンスか片方だけ前とかも可愛いですよね。うん、そうですね。ボタンちょっと開けてもらって片方だけ前。私めっちゃそのやり方やります、ね、うん。すごいスタイルアップして見えるから、ね、全部ってよりかは軽く。ちょっと今片手で難しいんですよね。絶対置いてください。あ、本当ですか？なんかね、着方としてはこれはイーちゃんおすすめのスタイル。うん、私も一番その着方よくしてる。着方いっぱいありますよね、これ。そうなんですよ。普通にさらって羽織るだけでも使えるのに、なんてこんな可愛い、おしゃれに見えるんです。なんかね、横からの流れてる感じもこの生地がテロッとしてるからいい感じになんかおしゃれな高級感が出たりとかして、うんうん、すごい結構インもしやすいんですよ。分厚すぎないから。そうなんです。モコモコしないんです。そうですそうです。それがすごい気に入ってますね。うん、スニーカー合わせみたいです。あ、わかりました。じゃあ次スニーカー履きますね。ブルーベルだから今回はライトグレーにしよう。あ、いいですね。確かに確かに。ひろみさんのデニムはマイマイデニムですか。マイマイデニムだと思う。マイマイデニムです皆さん。でそう思う、うんうん、あ、皆さんマイマイデニムが気になってるそうですね。マイマイデニムです。マイマイデニムだと思う。アイボリーベージュも見たいです。かしこまりました。じゃあ後でアイボリーベージュにスニーカー合わせしていきますね、うん、スプリングさんのイエロー見えますか。どうですか。私スプリングです。めっちゃ似合ってますよ。イケてますよ、うん、イケてます。自分っていうのはあれですけどね。私もいつも似合ってない。いやでもイケます。はい、それ用にイエベさん向きの明るい春っぽい柔らかいのにしたので、うん、ぜひぜひ。あ、紐結んでみて。かしこまりました。みーちゃんが来てから、うん、はい、お待ちくださいね。骨格ベーブの袖子は苦手な感じがするんですけど、あ、それはどうでしょう。顔タイプもあるかもなので、もしよかったら風合いとかもね、うんうん、受けてみてもいいんじゃないのかなと思います。この2話で出たそうです。はい、はい、前のイエローとオレンジより今回のが好き。あ、やっぱ好みもありますよね。柔らかいのが好きな方は多分今回のドンピシャで好きだと思うんですよ。すっごいイーちゃん今もう天使になってます。天使すごいですよ皆さん。ウエストを縛りたいんだ。ちょっとじゃあ今まだお見せできないんですけど、なんかでも柔らかいのでめっちゃ可愛いです。いけるかなと思って。イーちゃんはパーソナルカラーの中でも柔らかめが似合うタイプなんですよね、うん、だから今回のカラーは全部、はい、ドンピシャで似合います。そうだから私がイエベカラーを着ても全然いけるはず。うん、いけてますいけてます。イーちゃんパーソナルカラーで言うと、ライトサマーとかミュージックサマーとかの柔らかめが似合うタイプのサマーさんです。そう、 そうなんですよ。はい、感じです。じゃじゃん、じゃん、全部込めました。今回はなんか後ろね、ちょっとタポッとするのがおすすめです。ここなんか収まりが難しいという方結構いらっしゃるんですけど、私はググって多めに出してちょっとここを収めます。そうすると後ろも結構ね収まりが綺麗に、うんうん、確かに見えるかなと思います。で紐の入れ方を教えてほしいという方がいたんですけど、うん、私がやってもらってもいいですか。やりましょう。はい、すいません皆さん、はい、今回からあの最後に変わったんですよ。はい、あの穴を開けておりまして、見えるかな、見えますか。これ普通だったら分かんないんですよ。そう、全然分かんないと思うんですけど、ここに実は結構2センチぐらいかな、うん、の穴をつけてます。素晴らしい縫製、はい、そうなんですよ。で、これはまず、うん、通してください。はい、
中からごめんなさい、中入れます、どうぞ、中から中から入れますね、うんうん、でこっち側ちょっと持っといてもらって、はい、でこの後ろで通してもらったらいいので、中の状態で腰にこう沿うように、うんうんうん、はい、やってもらって、反対側のくるくるして、反対側のとこから穴破れそう、全然ですよ、見てもらうと分かると分かるんですけど、うん、めっちゃちゃんと縫製してあって、全然感動します。やし、ここそんなグイグイ引っ張ること多分ないと思うので、うん、でこういう状態になるんですね、こんな感じで後ろ向いてもらったら、後ろはこの腰のところにあるので、ここは何もこうギュッとなってないんですよ、うん、なので実はこれ後ろに向けても可愛い。ああ、そう。そうだ。そう。前ね、ストライプの時にこの仕様に変えた。あ、しましたね。そう。そうです、そうです。前に留めても可愛いんですが、こう後ろにあえて留めるのも、ちょっと後ろに表情が出て可愛いんです。うん、で、前はこの場合普通の感じに切れるので。可愛い。え、可愛い、この着方も。そう。そうなんです。で、これもできるし、うん、普通に前で結んでもらって、はい、失礼します。真ん中で結んで、結構リボンが長めなので、うん、なんかゆったりと、うん、結構大きめのリボンだから、甘々すぎず全然使えるって感じなんです。それもまたいいんですよね。そう、私も甘々すぎるのが、なんか苦手ではないけど、うんうんうん、なんかちょっとカジュアル要素が欲しいタイプなので、うんうん、そうですよね。短いとね、ここにあリボンみたいになるから、なんか可愛いって感じになりすぎちゃうんですよね。それはまた可愛いんですけど、なんか皆さん使いやすくしていただいたなって思います。でこれを真ん中にしてリボンっぽくしてもいいし、うん、サイドにしてこのリボンっぽさをちょっと横で、そう、でもウエストマークはしっかりして、うんうん、なんかこう目線を上げる、そうなんです。スタイルアップは結構抜群にできる、うん、後ろはね結構腰位置もともと高く作ってるので、そのままでもね、そう、位置は高いので足長効果はあります。足長効果の上にお尻が隠れるっていう完璧な、うん、そうなんデザインなんですよ。そうなんです、愛される秘訣がもう詰まってるいつも褒めてくれますあとベルトの新たな方法としては、はい、長すぎるとかリボン苦手って方は、うん、このまず2つに折ってもらって、そのまま通してもらって、うんうん、ベルトみたいにねこう使ってもらったら、ここ通して下から、そうやそれ私そうやで、したらねなんかこういう紐のちょっとベルト風に使っていただけるので、リボン苦手やわって方はこの仕方にしたらちょっと大人っぽく着れるんじゃないかなと思います、うんうん、はい、こんな感じです。はい、はい、あとは洗濯どんな感じですかってあるんですけど、うん、洗濯はもう普通にあの手洗いなんですけど、うん、手洗いで洗っていただいて、うん、乾燥とかの脱水はかけすぎずに、うんうん、あのそのままつって干していただいたら、なんかねそこまでアイロンは必須ってわけじゃないです。そうなんですよ。そういう風合いなんで、元々が。そうなんです。元々ちょっとシワ感は元々あるんですよ。うんうん、そうだから、あの意外と私一回もアイロンかけたことないかもしれない。同じくです。はい、私一回もないですよ。私も一回もないです。そのままちゃんとつって干してくださいね。うんうん、で畳むとやっぱどうしてもシワはできるので、うん、そのままつった状態で保存しておいてもらったら、うん、着るときさって着れると思います。本当になんか洗濯もしやすいというか、うんうん、あの着やすい。はい。感じです。ですね。はい。じゃあ、ひろみさん、ブルベカラーも、そうですね。してきてみてください。OK です。はい、わかりました。はい。うん、コーパンか、コパンダか。りんちゃん、このままでパンツ合わせが見たい。OK です。私、じゃあ、ひろみさん帰ってきたら、次パンツで書き換えます。私は結構、普段パンツで合わせることが多くて。うん。うん、そうですね。うん、が多いです。色決まった。色は、めっちゃ似合ってますもん今。でもね、イエベの2色はもう買おうと思ってすごい可愛い。そうなんですよ、この色もなんか自分ではあの何でしょうか、オレンジ味があるから、うん、なかなか選ばない色ではあるんですけど、なんでしょうね、なんかこういう色ってどうしても欲しくなるんですよ、なんか、うんうん、でもなかなか自分にこうドンピシャな色とかがないからあれですけど、めっちゃ似合ってます。そう、めっちゃいい色きたって思った自分でも。すごい
そう、ひろみさんが選んでくれたからね。オレンジは買います。これはオレンジイエロー欲しいんですよ。私イエベカラーだけど、ブルベさんも柔らかいのが結構お似合いになる方はすごくおすすめです。はい、おいーちゃんブラウス、めいこちゃんにもプレゼントしましたって。嬉しい。シミラーコーデ楽しんでます。めっちゃかわいい。ありがとうございます。素晴らしい。いーちゃん毎度恒例の色決めてくれってでもね、両方色色もこの色もブルベカラーもなんですけど、めっちゃおすすめだからな。難しいですよね。3、ね、色かわいいかな。3色かわいいです。りーちゃんベスト何色合う？この色に関してはやっぱり白系の方が一番相性が良さそうなんですが、りーちゃんコラボのやつがあのアイボリーがもうなくって、ただ明日発売のニットベストが可愛くて持ってきたんですけど、これに合いそうじゃないですか。これとか合うね。可愛いね。ね、うわあ、いいですね。すごい。わあ、そう、これの場合は下ちょっと取っちゃった方がいい気がする。ちょっと下パンツに履き替えたい。うんうん。ですが、色としてはこの色とか明日発売のやつ。やっぱ似合いますね。可愛いね。可愛いですね。めっちゃ。そう。で、ひろみさんめっちゃ似合ってるから見てきてください。今回はちょっと、はい、ブルベになりきってみたコーデです。めっちゃいい。あえてちょっと髪の毛の君っぽさも隠して、うんうん、ちょっと大人っぽく下で髪の毛をまとめてみたりとかしました、うん、どうですか、はい、こんな感じで着たい色に合わせてメイクとか髪型とか変えてもらうと全然着こなしはできると思います。どちらかというとやっぱさっきイーちゃんピンク着てもらったので分かると思うんですけど、ピンクみを着るとやっぱり女性らしい雰囲気になるし、グレーを着ると少しカジュアルとか、まあ、メンズライクな雰囲気にもなると思うので、なんかそういう雰囲気を変えたいっていう方はそういうグレーもいいかなと思います。うん、ベスト素敵。おいくらですか？このベストはね、ちょっと明日の発売なので、あ、そうだそうだ、はい、明日の新作紹介ライブ見てみてください。他の可愛いのもありましたよ。うんうん。パンツです。ベストによく合うわ。ベストによく合います。あ、いいですね。やっぱパンツこれ合わせるのなんかすごいいいですよね。そうなんですよ。でスカートでももちろんいいんですけど、うん、なんか私はパンツとの組み合わせがすごい好きです。うんうんうん。あ、ブルーとね、グレーの色の違いがあんまりわからない方がいらっしゃるんですけど、はいはい、じゃあ、こんな感じです。近しいっちゃ近しいんですよ、実際。うんうん。でも、着るとイメージ違いますよね。うん、こっちのイーちゃんに、あそこ向きもらったのか。そう、私ブルー着たので、でも今並べてくださってる感じは結構差はわかるかなと思う。中透けるサスとこんな感じかな。うん、うんうん、うん、色差はねあるんですよ、意外と。そうなんです、私の顔タイプ診断は、アクティブキュートです、うん、はい、はい、ワイドパンツに合わせてほしい。ワイドパンツありましたっけ？ワイドデニム、ワイドデニム、うんうん、じゃあちょっと後で、はい、合わせてみます、うん、はい、ゆめさんブルーコーデも見てみたいって。ブルーコーデ、あ、オッケーです、ブルーしてきますね。多分これで、あ、じゃあ私まだイエロー着てないわ。私イエロー着てないですよ。あ、ですよね。あ、そうか、新色で今なので、ね、じゃあ順番かけて私イエローを次着てみます。はい、うん、あ、白とグレーを並べてほしい。 OK です。じゃあひろみさん脱いだらちょっとグレーもらいますね。白と、はい、白とグレーは結構全然違います。そうですね、うん、色味は違うかな。うん、グレーってインナーとかボトムス何色合わせますか？私グレーはそれこそすごく幅広いと思います。白と同じぐらい幅広いんじゃないかな。なんか普通にベーシックにモノトーン合わせてもすごくかっこいい感じになりますし、あとはデニムとか合わせても可愛いし、ちょっと先にこれ、こっちがライトグレーです、こっち白です、これぐらいの感じになります。で、今回ね、全部
サイドに穴開いてるタイプになるので、この白とかのベーシックカラー、前回からあったベーシックカラーも全て仕様は同じになります。色味どうでしょう。ホワイトパンツですね。うんうん、ホワイトパンツ、はい。うん、あ、ブラックもね、やっぱり使えますね。使えますね。私もね、ブラックが一番使ってる実際は実際のところブラックが一番このボタンのがポイントになってて、ブラックはめっちゃ使いますね。で、なんかあのブラックだけど、あの生地とか光沢があったり柔らかさがあるので、なんかきつくなりすぎないんですよ、このブラック。うん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 、そうだからね、1個ブラック本当おすすめです。超いいですね、うん。あ、ブラック後で来ます。じゃ あの前絞った感じ見たいとのことなので、ちょっと後で来ますね。インちゃん、イエローには何色のベストがありますか。イエローはキャメルめっちゃ可愛くないですか。あ、ベストですか。ね、ベスト合わせ、うんうんうん、イエローにキャメルと、でもこの色も可愛い、意外と合いそう。確かに、後でこう私イエローと着るので、その時に合わせます。はい、で白と並べるとちゃんとグレーなんだなって分かるねって。そうなんですよ、グレーも結構好きな方多いんじゃないかなと思います。結構意外とベーシックカラーだけど、今回このシャツには今までなかったので、うん、グレーのインナーは白以外に何色が可愛いかな。私意外とあのボーダーとかであえてつけさすのがすごい好きで、おお、そう、もうあえてボーダーを着てしまう、で袖からもボーダーを出すという着方が可愛いんじゃないかなと思います。意外とそんなに色味は難しくないですよね、色はね、合わせ方は結構ベーシックなんで使いやすいと思います。はい、もう全員してみようかな。うん、全員バージョン、めっちゃでも似合います。ほんですか。ワイドパンツに、かわいい、ワイドパンツに合わせたのは初めてだな。でもかわいいね。私毎回色問題このまでそうそれ、あ、何、あ、上か、それ切ってもらっても入ります。入れます。入りました、入りました。じゃあちょっと後でボーダーもやります。ボーダー合わせ、イエローとオレンジとベージュは近い色ですか。いや、色味は近くはないです。イエロー、ベージュ、イエローとベージュです。で、オレンジです。よし、もうこれはイエベさん、わ、すごい、かわいい、めっちゃかわいいです。こんな感じからの、はい、こんな感じ。あ、さ、出てしまった、また出てしまった、見ましょうかすいません、毎回タグ問題、私ねえ、タグはしょうがない。ご指摘いただきます、皆さんに。溢れてるよ、はい、すいませんこんな感じです。私明るい色得意なんで、うん、結構好きですね。ブルーグレー、間違えた、ベビーブルーどうですか皆さん。めっちゃ似合いますよ。なんか下に濃い色持ってきてるからか、すごく締まってる。うん、コントラスト効いてますよね。うん、そういう組み合わせは結構大好きです。ワイドパンツに合わせてみました。結構今ね、中にカットソーを切ったりとかするんで、もごもごしてるんですけど、夏とかだったら本当に下着にカットソーを着てくれとかやったらいいんじゃないでしょうか。あ、後ろ姿みたいな。はい、こんな感じです。どうですか。全然いい、しちゃっても、うん、いけるんじゃないでしょうか。インした場合はチョンって出すぐらいが可愛いと思う。なんかその、うんうん、ここのかぶってしたのが、ここがね絶妙なんですよ、この出し方が。なんか難しいやつあるんですよ。例えば分厚めのニットとかやったら、うん、ここがちょっと出せないとかね、一気にバンって出ちゃうとかあるんですけど、絶妙に引き出せるので、これはすごい使いやすいんですよね。あ、デニムの品番を教えてもらいたい。切っちゃいました。ごめんなさい。デニムは M の3427です。 M の3427です、はい、インディゴの S サイズです。インディゴの S サイズです、
よ。同じくです。本当にやっぱもう気分も変わるんでね、色によって。そうなんですよ。なんかそのパーソナルカラーも大事だし、今着たい色とかを着てもらって、どれも多分使いやすい色なんで、すごい難しい色はないはず。清潔感ありますよね。しかもね、可愛いんですよ、色自体が。多分伝わってると思うんですけど、可愛い系の色なんですよね。可愛い、めっちゃ色も似合ってますね。いや、嬉しいです、ありがとうございます。意外とパーソナルカラーいつも私たちあんま関係なく言ってるけど ね全然いけるんですよ、結局。かな、パーソナルカラーのメイクに仕上げてもらって、ちょっと顔つきよくしてもらうと結構何でもいけちゃう説がありますよね。そうですね。あ、インナーですね。これはもう抜群に使えると思うので、皆さんぜひおすすめです。私も今見てる。そう、多分これは皆さんセットで買うんじゃないですか。いや、いきますよ、これは。なんでしたっけ、これ。いきましょうか。あ、ありがとうございます。そこで待ってます。そこで、これこれ C の5610です。お、今インナーにしてて、私も実はそれを着ている。ちょ、これ皆さん1個持ってた方がいいですよ。そう、ほんまにめっちゃ使いやすいんで。そう、めっちゃ着心地いいし。そうなんです。うん、私は黄色に白にしました。はい、次白。うん、ベーシックカラーもね、いきましょう。よいしょ。ブラウス何時もにするって言ってたかな。あ、やばい、もうすぐブラウス終わる時間や。早い。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ白。そう、白着て、じゃあ私グレーにボーダーって言われてたから、グレーにボーダーを着ようと思います。はい、はい、黒ね、またちょっと後でじゃあ着ます。いや、もう今着ようかな、分かんないから。まあ、でもこの今白 T 着てるから多分大丈夫だと思うんですけど。ペペ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 ペいきます。今日ね、あの C2717 のひろみさん監修カラーの方もあるので、盛りだくさんなんですよ、今日も。実はなんですよ、皆さん今着替えております。で、私はこれにこれを、かわいい合わせて、よし、黒はもう安定に。そうですよね、で、あれですよね、リボンですよね。ちらっと、はい、白を着るとこんな感じです。結構透けるんですよね、だからさっき言った中にボーダー入れたりとか、逆に遊んじゃうみたいなスタイルがすごくいいと思うし、私はこういうのに今ね、もう片手突っ込んでるんですけど、このいーちゃんのニットベスト、はい、大好きな、大好き、大好き。ひろみさんめっちゃ着てくれてる。そうなんです。インスタ見るたびに私は嬉しくて、共感してくれてると思って。安くて、しかも絶妙に暖かい。ニットほど重くないし、そうなんです。でも暖かいからっていうので、私はめっちゃ愛用させてもらってます。こんな感じで、はい、着ると、丈がね、ちょうどいいぐらいに出るんですよ。そう、もうそれは考えて作った、計算していただき出来上がったものですね。こんな感じです。手がポワンな感じで、プラスこう襟も出せたりとかするし、なんかすごいいい感じになりますよね。はい、めっちゃ可愛いです。そうですか。もうね、これとこれはむしろセットかぐらいです。そうですね。そうです。で、ブラックを前だけ結びました。今結んでるんですけど、こんな感じですね。白はそのままなので、それぐらいの感じになります。はい、あとボーダーにグレーだけしていきます。はい、ホワイトにボトムス黒だと言えるには重たいですか。全然いけると思いますよ。カバンをイエベっぽく仕上げてもいいと思いますし、紐ってどうやって通してるんですかっていうご質問あったんですけど、先ほどお答えしましたので、IGTV でぜひ見てみてください。ニットベスト以外の冬コーデ。冬コーデか、今ね、春っぽさで用意してしまったので、まあ、この上に全然アウター着てました、私は。私のインスタ見ても、ほんまにこのままのスタイルで出てると思うんで、全然冬でもいけましたね。あとはまあ中にタートルの、薄いニットとか、ああいうの中に着込んでしまうという手もあります。そうですね、この中に、それこそこの後ですよね。そうそう、
この後に出てくる、まあ、お洋服があるのでそういうのをカートの中に入れてしまって着るっていうのもめちゃめちゃありだと思います。皆さん悩まれてるな今回も。悩みますよ、ね、5色目とかはすごい。私の骨格はストレートです、うん、はい、イーちゃんに比べてこの胸元とかは結構しっかり上に張ってるかなと思います。あ、骨格ストレート OK です。ちょっと待ってくださいね。冬コーデしてほしいよ。あ、ちょっと待ってくださいね。じゃあこの後で、はい、パートルとかもあるので。そうですね、パートルとか次あの結構冬だったらこう合わせたらいいんじゃないかなって思うと、いいのがあるので、うん、それで合わせましょう。はい、こうだ。おお、あ、間違って見える、カジュアルに見える。そう、あえてもうなんかかわいい。ここちょっと、あ、もっと開けたいけどちょっと時間ないからあれなんですけど、中をここ袖とかも出してしまって、うんうん、あえてね、うんうん、あ、今ねちょうど顔タイプ、うん、クールカジュアルさんにおすすめのコーデありますかってあるんですけど、本当に今ニーチャー着てくださってるようなボーダー合わせだったりとか 色感のすごい似合うと思うので、これにデニム合わせて今のスタイリングがすごいハマると思います。黒のデニムだしね、コスポンと落としてもらう方が似合いそうですよね、うんうん、かっこよくなりそうだし、はい、こんな感じです。ひとみさんのお色、うううお色は、まずダスティーピンクかな。そうですね、ダスティーオレンジ。あ、ダスティーオレンジ。いや、ずっとピンクって言っちゃうんですよね。でも全色可愛いですけどね。そうなんです。最終的に結構ベビーブルーもめっちゃ着て、うん、あ、めっちゃ可愛いって思ったし、うんうん、クリームイエローも春っぽさですごい着たいなって思ったんで、毎度全色ぐらい、毎度全色可愛いなって思っちゃいますね。そうなんです。はい、じゃあちょっと一旦締めましょうか。締めますね。次が、監修カラーの、はい、あのリズムがあるので、それ着てきてもらいましょう。あ、ね、こうじゃあ早速見ちゃって大丈夫ですか。はい、はい、あ、どうしようかな、どうしようかな、これこれに入れてしようかな。そうですね、これがいいです。はい、着ていたインナーの品番もう一度お願いします。さっき着ていたのは、さっきここに切ったんだ、あ、C5610 です。 C5610 です。ボーダーの品番はこれはね、ゆったりしたボーダーで着やすい C5864 です。 C5864、 はい、そう、ボーダーかけるグレーを合わせました。他のカラーもこの白黒ボーダーだったら合わせてもらっても可愛いですよ、うんうん、今閉めてるけど開けてもらっても全然いいと思いますし、うん、そう、あえて透けコーデです。あ、 ありがとうございます。ボーダーのメモがありがとうございます。ありがたいです。皆さんあのメモしてくれるから。 あれや、私それのボートネックタイプをちょっと聞いてたの言ってないので取りに行ってきます。かしこまりました、はい、すいません。いくらですか。シャツは2990円になります。はい、マーメイドスカートにも合うと思いますよ。マーメイドはあのストンってあの着る場合は羽織の方がいいかなと思ってて、であの普通に締めて着る場合はウエストコーリボンでキュッて縛っていただいた方がマーメイドとのこの相性バランスの良さが出るかなと思います。うん、あ、当てるだけでいいのでベージュのスカートに合わせてほしい。ベージュとね、グレーも可愛いと思います。こういうことですね、うんうんうん、ね、色味がなんか柔らかい、落ち着いた柔らかい感じですよね、うん、感じになります。こんな感じですね。まあ今だったらこれにもブーツとか合わせてたら冬コーデって感じでしていただけますか。はい、ありがとうございます。じゃあ